皆さんおはようございます。今朝は脳みその開発、能力開発についてメッセージをしたいと思います。私は日曜日がですね、自分の能力開発、家族の時間は日中を取るんですけど、朝と夜に脳みそを鍛える時間を取ってます。朝は5時55分から読書会というものを行ってるんですけども、これもこれで60人突破しまして、本当最初は数人から始めたんですけども、これが60人突破してきて、その皆さんをいかに、参加された皆さんの充実度を測るかっていう、1時間もすごい集中するんですよね。だからその読書会が終わって振り返りをして、7時半、日曜日の朝7時半の時点で、今日も皆さん一日お疲れ様でしたっていうコメントが自然と出ます。もう一日終わってるんですね、私の中で。でその後、英会話の時間を取り、で、昨日はたまたまマーケティングのセミナーを一日受けたんですが、そして21時から、伝達力トレーニング、これまた自分の主催でですね、1分間スピーチを5回転6回転ぐらいするんですかね。参加人数に応じてですね、本当に体験型、体感型、即興力を磨くんですね。相手が言ってくれたことに対して、そこにもう瞬時に1分間繰り出すんですよ。そのもう臨戦態勢というか、私主催してますけど、実は私自身がですね、もう頭も疲弊して、時間帯も21時からっていうのもあるんですけど、知恵熱っていうじゃないですか、負荷がかかりすぎた時に頭が痛くなるやつ、あの状態になるんですよ。だから脳みそで筋トレ、もうダメ、あと1回、いやもうここでダメっていう時に、それからもう1回腹筋してるような感じですかね。脳みそ自体がそういった状態になってます。だからピンチになった時とか、瞬時になんかこうチャンスがパンと来た時とか、挨拶振られた時とかにですね、出るんですよ、降りてくるんです。なんかこう自分の中の言葉のストックというか、そういう筋トレ、脳トレをやってるので、突然このライブもそうですけど、骨子は考えますよ。主たる何を伝えようとしてるかっていうのは考えますが、ポンって出るんですね。だからそういった訓練を繰り返し繰り返し、毎週毎週やってきて、もう2年経ちました。全然違います。ですから普段そうしたトレーニングをし続けてきて、竹下さんみたいにどうやったら喋れるようになるんですかって、これは天性のものとかじゃなく、本当に訓練です。伝達力トレーニングやり続けてきて2年、今いろんなことに応用が効きます。話す力、伝える力っていうのは、もう全ての仕事において、自分がやっていること、社会に対してどう役に立っているのか、自分がどういう思いでどこ見てるのか、伝える力がなければそれは存在しないもの、ないものと同じです。これからもですね、伝達力磨き続けて、そして同じように話せるようになりたい、伝えきれるようになりたいっていう方のためにですね、見通しを作っていきたいと思っています。今日は脳トレ、脳みそのトレーニングでした。以上です。